せーの、 We are team 48! Together 何万回の夜を越えて広がる景色へ飛び出した、もう振り向かないでまっすぐ走って、僕らもついてくるから。48ファーストシングル Together、 あの光の先へ。ちょっと今回2人で撮影してるんですけど、はい、俺若葉 MC おとちゃんがアミカとエンちゃんと楽しさとこっちゃんどっちしかやった、はいはい、しりとりの企画、あれ僕大好きです。僕も大好き。あの企画めっちゃ悔しくなかった。めっちゃ悔しかった。そろそろ俺はもう2人でドッキリ仕掛けてもいいんじゃないかなと思って。おお、なるほど、はい、まあ最初僕はもう企画持ってきたんですけど、はい、ちょっと僕1人やってちょっと心細いんで失礼しました。あ、ドッキリ仕掛ける側、仕掛ける側なんで、だから2人でドッキリしてます。マジで今日の企画、うん、会議中575で喋ったらメンバーはどんな反応するのか。すごく簡単ですね。難しいよ。いや難しいよ。まあ普通にこう会議中ね、企画案をこう出してるわけです、うん、その時にエンちゃんはなんか企画ありますか。エンちゃんはなんか企画、あ、なんか企画、まあ、字余りでもいいし、まあ、ちょっと、字足りへんくても、それっぽかったらいいかなと思う。それっぽかったらいいのね。とりあえず、まあ、五七五。で、喋ってみたら、いつ気づくのかっていうのをやってみたいと思います。うんうんうん。とりあえずやってみようか。やってみよう。頑張ろう。それでは、早速やっていきましょう。せーの、レッツゴー！ I'm talking! I'm talking! たたてたたてたたてて、リクチューパーポー。え、出た。やめて。止めとけ。おかえり。やる？ありがとう。はい。白へん、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 こっちは俺の席じゃん。はい、MC そっちでペン書いてよ。今日、一応3本取りたいから。そうですね。なぜか私はこたつと太郎に丸投げされたんでね、5人で考えろって言われたんでね。考えましょう。だからなんか今日やる企画を提案していただければなと。ほんまにさ、マジでこれだけ食べれ企画中、これだけは絶対食べたくない。食べ物もデリバリーとかしていいの。ウーバーイーツの企画出てんけど、太郎とこたつがおった方がいいんちゃうっていう。今日でしょ。今日5人でできる企画。何があるの。あるもんあるから。お父ちゃんさ、マジでいつぶり久しぶり、ほんまに寂しい。時差お父ちゃんはしたい企画あるの。みんな揃ってればいいなと思ってるけど、うん、なんかそのちょっと高級な料理、高級な料理、そう、料理人とかが作ってる音だけを聞いて何を作ってるかを最初に当てれた人がその高級料理食べれる。ASMR みたいな感じな。そうそうそう。お腹痛。ほんまになんかお腹痛こいつ朝からめちゃめちゃ腹痛かった。おもろいいっすか。いや、うん、俺的にタロシャにドッキリしたりだ。タロにドッキリ、どういう、そこはあんまり詰めてないって感じ。うん、何ないやろな。その微妙な反応ないやろ。俺的に、はい、多いな。落とし穴には落とした。扉開けていきなりバンジージャンプとかできたら面白いもんな。なあ、プールあったりとか。怖すぎる。さすがにそれは無理やな。俺やられたらもう嫌いになるわ。MC とかメイクの案はないですか。俺キャラモンのメイク、顔にキャラモンのメイクするやつ。あー、あったな。それってさ、パワハラだよね。坂上な。あ
ドラァグクイーンはやりたいな。あー、あれか、あの別の派手な、あ、そうそう、派手な、そう、メイクして思うな。ほんで、他のバーやりたい。他のバー何時か、それはこたつにやらせよう、うん、それはこたつにやらせよう。呼び捨てかよ、お前。メイクしたらノリノリでやるやろ。何時から始めるとか決めますか。そうやな、そのミーティングで3本決めたらすぐ始めるって感じかな。企画は1人1個ずつ出しましょう。みんなエンちゃんだろや。分かった、ありがとう。エンちゃん、次の日にみんな髪色、青色でいろんな壁ドン検証してみた。ドン肘ドンや壁ドン、足ドン、親子丼。一回さ、俺の携帯鳴らしてちょ。え、ちょちょちょお前のさ、電話番号知らんけど。あ、あった。もう私は鳴ってやるよ。なってる。こんにちは。こんにちは。やりたいね。女子軍が裏の顔を見せてみたドッキリ。俺らにミーティング、これ大丈夫今日。大丈夫かお前。頭痛い。腹痛いし、頭痛いし。ミーティングなんかいい案ないですか。でもそろそろさ、顔面パイは攻めてもいい。どう思う、うん、ヘリウムか顔面パイかハリセンか。おはようドッキリ、おはようございます。ほんまにやろそれ。MC が考える企画、基本理不尽やね。理不尽だって、楽しいじゃん。理不尽の方が好きやね、それは。携帯を、うん、ほんまに一回鳴らしてちゃおう。ちょ、なんなの今日の若葉、変じゃない。ちょ、鳴らしてちゃおう。一回鳴らしてみようか。2回目やん。一回鳴らしてみようか。何、ちょってなんなん、ちょって。しもしもし、あなたは一体誰ですか。おとちゃんだ。声が全然聞こえない。なんでそんな今日の喋り方、二人ともなんかイントネーション癖強いの。これ言ってなかったかもしれないですけど、うん、これ炭酸水生まれなんですよ。は？炭酸水生まれ。甘い理由は、今日も汗かく夏の日。その川柳みたいな喋り方してる。ちーまる子ちゃんのおじいちゃん。ちーまる子ちゃんのおじいちゃん。何何？友蔵と俺は甘い麺、お友達。友蔵の友達実は中野さんでした。そういうものを言ってるかしら。中野、誰だか。中野さん。誰？知らんの。誰？中野さん。誰ってだから。ハゲたおじさん、中野さん。ああ、いや。とりあえず企画は考えよう。誰が言ってんの。とりあえず企画考えよう。時間が時間が、うん、時間が時間が。リサンがさ、つけて聞いても叶わんくない。流れ星、流れるまでマジで祈ったよ。それはおもろいな。ちゃうね、ちゃうね、ちゃうね。タナバタ、タナバタは疑問と思わさる言い方変じゃない。まだまだ早いね、夏の日は。もう一回やって。アマリーさ、うん、なんかドッキリ仕掛けてる。この時間、マジでカメラ回ってる。この部屋にどこかにカメラあるんちゃう。ちょ、はんでも、でも、でも。誰ですか。お前や。こんな企画考えた。あれやろ、どうせ天竜やろ。五七五やろ。この企画、五七五で喋りたよ。全部イエーイ。気づいとったけど、気づいとった。そのノリやと思っとったから最初。え？お前らさ、真面目にやれよ。なめとんの。フォルト1周年記念、もう一度見てほしいベスト3。イエーイ。 Yes, go, 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 go.
公平とらしさをね、視聴者の皆さんに届けていきましょう。